はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、ファスティング3日目すでにあれがということでお伝えさせていただければと思います。はい、私はですね、今日ファスティング3日目を迎えることができました。はい、ファスティング3日目になるとですね、脂肪燃焼が始まってケトン体が分泌されて、まあ、脳の栄養になるので、すごく頭もすっきりしてですね、まあ、空腹感もこうなくなる、飛ぶっていうようなですね、あの現象が起きてくるんですけども、まあ、体の変化としてですね、体重と体脂肪に関しては、私がですね、もともと体重はだいたい57キロくらいなんですけども、今朝測ったのも55キロですね。なので2日間で2キロ、まあ、3日目でもう1キロ減るのかなっていう形と、体脂肪率っていうのが今 10% でしたね。私はだいたい 12% くらいなんですけど、なので 1% ずつ下がっているような形になりますね。まあ、私はファスティングをですね、ダイエット目的でやっているわけではないんですけども、まあ、このような変化が起きているということをですね、はい、知っておいていただければと思います。で、まあ、ファスティング3日目を迎えてですね、すでにあれがっていうことは何かっていうと、これなんですよ。はい、宿便ですね。宿便がですね、出始めました。はい、まあ、ファスティング1日目2日目っていうのはですね、いわゆる滞留便っていうのが出ます。滞留便っていうのは、まあ、腸の中にこう溜まっていたですね、便ですね。なので食べたものっていうのは2日間くらい腸の中に残るっていうふうに言われているので、滞留便が1日目2日目ですね、出ていました。2日目の朝とかお水を飲んだら、まあ、滞留便が出て、で今日3日目ですね、3日目の朝にですね、ファスティングドリンクをですね、取った時にこうピュッとですね、はい、まあ、出たというか、まあ、トイレでもちろん出したんですけど、はい、宿便が出ました。まあ、水っぽいですね、まあ、ちょっと粘り気のある黒っぽい便になるんですけども、はい、これがですね、出ました。はい、これはですね、まあ、私は今回ですね、このスーパータウリンを使ったですね、はい、ちょっとスペシャルファスティングをさせていただいています。まあ、タウリンっていうのは何かっていうと、まあ、簡単に言うと肝臓を元気にする。はい、まあ、栄養なんですね。肝臓を元気にしてデトックス力を高めるっていう目的ですね、今回スーパータウリンを使っています。まあ、1日ですね、1つですね、これをまあ水に溶かしたり、ファスティングドリンクに溶かしたりとか、あとはまあ粉なので、そのままジャリジャリですね、はい、取っていただいてもいいんですけども、肝臓をちょっと元気にするということで、このスーパータウリンを使ったファスティングをしています。これの方が宿便が出やすいということをですね、ファスティングマイスター仲間に聞いたものですから、ちょっと今回は私の体を使って試してみようかなということで、まあ、スーパータウリンを使っているんですけども、まあ、3日目から早速、はい、出てきました。ああ、やっぱりそうかっていうところで、まあ、宿便に関してはですね、まあ、これまで私この動画で、まあ、たびたび説明させていただいてたので、それに関しては少し説明は割愛させていただきますけども、腸の中に溜まっている便が宿便ではないんですね。それは滞留便です。で、宿便っていうのは、まあ、胆汁なんですよ。胆汁です。肝臓の中に、まあ、貯蔵する、肝臓で作られて胆囊の中に貯蔵されている胆汁ですね。胆汁の中に、まあ、悪いものが溜まっているので、それを出すっていうのが結構ファスティングの醍醐味だったりするんですけども、まあ、一般的にはファスティングが終わった後のですね、スッキリ大根っていうものでこうバッて出すっていうことなんですけど、このタウリンを使うともっともっとファスティング中でもどんどん出てきますよということでですね、試してみた結果、まあ、3日目からですね、はい、もう宿便が出始めたっていうのことになります。はい、なのでどん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 今体がこうリセットされて、体の中がこう掃除が始まってるっていうことなので、まあ、引き続きですね、4日目5日目とですね、しっかりドリンクとですね、まあ、ルイボスティーと、あとアミノマキアですね、アミノ酸で、それも肝臓を元気にするっていうことにもなります。筋肉を落としにくくする、落とさないようにするっていうところと、あと今回タウリンを使ってですね、はい、どん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 肝臓をですね、働いてもらって、肝臓、体の中をデトックスするっていうことですね、やっていきたいと思います。はい、ということですね、今回ファスティング3日目を迎えて、もう宿便が出ましたよということでお伝えさせていただきました。まあ、このタウリンですね、興味がある方は、まあ、下にですね、ファスティングライフさんの、ホームページも貼らせていただきますので、そちら見ていただければですね、これ載ってますので、ご覧になっていただければと思います。説明欄の方の一般購入はこちらっていうところ下の方にですね、載っていますので、ご覧になっていただければと思います。またファスティングにですね、ご興味があるあなたはですね、下にホームページの、リンクも貼っておきますので、ご覧になっていただければと思います。はい、また今後もですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。